第1ステップ、旧バージョンのキーコム B のオン・オフボタンを赤色と青色 LED が交互に点滅するまで8秒間長押しすると、B がペアリングできる状態になります。備考、Bluetooth 3.0 旧バージョンのキーコム B は、案内音声がなく、BB という音声だけが出ます。第2ステップ、新バージョンのキーコム A のオン・オフボタンを2秒と多機能ボタン8秒を長押し、キーコム A がペアリングできる状態になります。備考、Bluetooth 5.0 新バージョンのキーコム A は、ペアリングできる状態になった、との案内音声が出ます。第3ステップ、キーコム A のオン・オフボタンを短く押し、ペアリング状態になっているキーコム B を検索。しばらく待ち、接続できましたの案内音声があり、旧バージョン B と新バージョン A のキーコムがペアリングを終え、通話できる状態になます。新バージョン A のキーコムのオン・オフボタンを短く押せば、通話が切断できます。